本日2つ目の話題はこちらです。パブ安らぎから熱いお知らせ、第16回あずさ愛福祉歌謡祭ディナーショーということで、歌手のあずさ愛さんとジュリーハルトさんにお越しいただきました。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速あずさ愛さんからプロフィールを見ていきましょう。はい、こちらです。はい、あずささんは経歴が素晴らしいですね。これは僕も知ってます。俺、金ちゃんのスター誕生、僕生まれる前の年ですけど、この番組に出演してすごいですよね。これやっぱちっちゃい頃から歌手になりたいって思ってやってたんですか？いや、そんなに歌手になりたいとかあんまり思わなかったんですけど、周りの人が歌い歌いって言うから歌ったり、そしたら、なんかわかんないけど上手だねとかなとかって育てられてっていう形です。はい、曲だっていっぱい出てるし、最近だと石別母の愛がリリースされたということで、ね、たくさん曲も出していらっしゃいますけども、はい、花ちゃんはどういった関係なんですか、あずささんと。はい、去年です、あのディナーショーに呼んでもらって、私民謡なんだけども、あの民謡だってくれって、まあとってもあの演歌のあずさ愛さんは知ってましたけど、まさかだと思って、私呼んでもらってから、それから不安になりました。事務所の社長さんでもあり、もうあのなんていうの、あのでっかいです。あ、でっかいでっかいです。体がでっかい、体じゃないでしょ。いや、あの人としてのね、みんなですね、あの心もでっかい、優しいし、もうしてこう後輩の面倒もすごい見て、お弟子さんがたくさんいらっしゃる。そう言ってあまり秋田では気がないので、で私民謡でもう呼んでもらったから、本当にそれからのファンになりました。また何かあったらよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。花ちゃんにそこまで言わせ人物ってことで、本当に、ありがたいです。まだ若いんです。はい、ね、はい、ということで、第16回あずさ愛の福祉歌謡祭ディナーショーについて、こちらの告知を、あずささんからぜひお願いします。はい、はい、11月13日、日曜日、あずさ愛福祉歌謡祭が、八鷹会館でやらせていただきます。はい、そして、受付が5時、そして会場が5時半、そして開演が、夜の6時半から、やらせていただきます。そして、ゲストには湯原正幸さん、そして今隣にいるジュリー、そして、空創生、そして、新庄美也子、海斗克也、私の弟子なんですけど、みんな、ジュリーから始め空も、そして、新庄美也子も海斗克也も弟子なんですけれども、まあ、出させていただいて、皆さんに楽しんで、よかったな、いい賞だったなって言ってもらえるように頑張りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。大体このディナーショー全体で何時間ぐらい行うんですか、これは。大体2時間半くらいかな。じゃあもうね、充実というかね、それではですね、今日はあずささん歌っていただけるということで、最新シングルのですね、石別母の愛を、ぜひお願いします。聴いてください。はい、宿ります。
います。ありがとうございました。母さんありがとうって、なんか俺もちょっとね、はい、言いたくなりましたね素晴らしい、はい、素晴らしいですね。なんか、うん、ピアノがパラ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 って入って、うん、ちょっと切なくなっていくね、バラードみたいな、うん、こちらどういった思いで作られた曲なんですか。一昨年母親、うん、一昨年の8月6日亡くなったんですけれども、うん、その亡くなった、2、3ヶ月後ですか、うん、あの詩を、この詩を、それこそ一瀬先生からいただいて、うん、で、私の母亡くなったの知ってましたって話をしたんですね、うん、先生に、うん、あ、ずっと作っていただいてる先生なんで、うんうん、そしてそしたら先生は、あ、亡くなったんですか、知らなかったんですかって、うん、だからあのもし亡くなった時にこういう、うん、あずさいの母がもし亡くなった時にこういう気持ちだろうなというので書いてくださったんです、うん、それがちょうどだってちょうどあの偶然に、そして、次の年の5月にレコーディングっていう形になりまして、はい、すごいタイミングであるんですね、はい、はい、そうなんですよ、歌も歌唱でも、うん、うわっとこう流れて、ね、うん、いつ見ても若いですありがとうございます、はい、年々ちょっと若くなって、うん、東京生ってまさかここら辺こうあやなな、だからここら辺南中をここら辺からそっち東京行ってますから、あ、そうです、はいはい、ここら辺こう秋田の方がやってないですね。そうなんですね、はいはい、別に整形しに行ってるわけじゃないから、ね、歌手の歌手しに行ってるわけだから、ね、聞こうかなと思って、はいはい、終わってから聞いてくれる人はい、ありがとうございました。はい、続きまして、はい、最近デビューされたジュリー・ハルトさんでございます。ジュリーさんでいいですか、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。それではジュリーさんのですねプロフィールも見ていきましょうか、はい、こちらでございます。はい、すっきりした目鼻立ちに昔バンドで歌い込んだ歌唱力を持つジュリー・ハルト、念願かなってダスティーマインド敗戦の駅でデビューさせていただく運びとなりました。学生の頃ボーカルとして演奏ツアーに出ていた喉は健在でございますということで、はい、映画にも出演なさってるんですね。はい、はい、デイ&ナイト秋田がロケ地もですね、はい、こちらはどういったきっかけで。いや、言っちゃってもまあ、全然、まあはい、飲んでる時に、はい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 、僕ベロンベロンになっちゃってで、はいはい、その知り合いが、はい、もう検索してたら、はい、あ、明日だよ締め切りみたいな、あ、オーディションがで、うん、その役柄が、うん、警官の役と、うん、車の窃盗団の役と、はいはい、あとその主人公のお父さんの役しかなかったんですよ。で、絶対車の窃盗団だよって言われて、はいはい、もう明日、はい、締め切り明日だからもう出すよとか言われて、もういいよっつって、もうベロンベロンの酔っ払った感じ、はい、いいよいいよやるやるそんな感じ、そんな感じやってくれやってくれみたいな。でもう出したら、でそれ実は僕まだ住んで素人だったんで、はいはい、素人が出ちゃいけないオーディションだったんですよ。え、弱いじゃないですか。一次審査通っちゃって、おで二次審査三谷署でやったんですけど、まあ、監督とか素人で演技やって、はい、でその中であのやったら皆さんプロの方だったんですよ。で素人が出してきて、おそれでもなんか通っちゃいました。素晴らしい。それで、いや酔っ払ってよかったですね。ねえ、はい、うん、なるほど。まあ、それで、あの、はい、俳優としての活動もある中で、はい、こちらが、デビューのシングルが出たということで、ダスティーマインドですね。はい、でこちらも今日ハルトさんには歌っていただけるんですね。はい。はい、ぜひじゃあ早速歌を聴かせていただいていいですか。はい。はい、お願いします。あ、ですね。はい。ちょっと準備がもうちょっとありますので、ダスティーマインド、こちらどういった曲になってるんですかね、内容は。あ、内容はまあ、はい、あのそうですね、あのきちんとストーリーがありまして、それこそ、はい、あのまあ、あの私の師匠のあずさあいの、うん、あの同じあの一瀬先生に、はい、あの詩を書いていただいて、うんうんうん、それこそ先ほど、うん、あの師匠が言った、うん、あのお母さんの話と、うん、まあ、似たような話なんですけど、はい、お詩をいただいた時に、うんうん、なぜ僕の気持ちが分かるんだろうっていうぐらいの本当にそういう詩で、はい、で、まあ、ストーリー的にはその大人の男性目線から見た、うんうん、
その恋愛観、純愛、うん、純愛の歌なんですね、うん、で、ね、ものすごい愛してる、ものすごい愛してると、うんうん、でも彼女も愛してくれると言っているんですけども、うんうん、100% じゃないなっていう時は、あの誰しも一度は経験があると思うんですけども、はいね、だけどもいいやと、うん、俺が 100% 愛してればそれでいいんだよ、うん、そうですね、うん、で空を見上げて、うん、いいんだよ、はい、っていう歌です。なるほど、ありがとうございます。これ聞いてから聞くのとまた違うんですね。そうです、はい、あ、そうです、はい、それは準備ができたので聞いていただければ、はいはい、ではハルトさんのデビュー曲、ダスティーマインドお願いします。はい、ハルトさんのデビュー曲ダスティーマインドでした。ありがとうございました。すげえ、ありがとうございます。男ぶりもいいしね、男ぶりもいいしね、うん、はい、では改めてですね、ジュリーさんも出演されるあずさ愛福祉歌謡祭ディナーショーについてですね、告知していきますか。はい、11月13日日曜日ですね、受付5時、会場5時半、開演が6時半ということで、会場はパーティーギャラリーやたか2階ボスノンホールですね。はい、で、出演者改めて見ていきますと、はい、あ、一回じゃあここでハルトさんはお別れですね。はい、ハルトさん一応ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はい、それでは改めてすみませんね、はい、ディナーショーの告知をさせていただきますね。はい、11月13日日曜日、パーティーギャラリーやたか2階ボスノンホールですね。はい、あずさ愛さんももちろん出演されます。ハブマーシーさんと湯原さん、そして、ジュリーさんと、ソラさんですね。はい、ハブマーシーさんはどういった歌手の方なんですか。ハブマーシー、はい、あ、湯原さんですか。湯原さんです、はい、はい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 、湯原さんは、うん、あ、そうですね、ヒット曲もたくさん持っていらっしゃいますけれども、うん、どういう歌手って一応演歌歌手なんでしょうけども、はいはい、うん、でトークがすごい楽しい。あ、なるほど、はいはい、あ、盛り上がる、うん、ディナーショーではもってこいの、うん、感じで、うん、やっぱり皆さんをトークで引っ張って、うん、引っ張った耳をそのまま歌で皆さんを感動させるという、うん、はいはい、そういう形で、うん、進めていくかと思いますけど、はい、はい、そしてこのジュリーさんの隣にいらっしゃるこのソラ
創生さんね、結構見た目がこうガツンときてますけども、はい、なんといるんですね今スタジオに、はい、カメラドン、はい出ました、はい、はい、こんにちは、はい、では自己紹介お願いします。はい、はい、そら創生と言います。はい、あずさ今店のママやっております。はい、全国発売の歌手でもあります。うん、そうですね、はい、そんな感じで、はい、ありがとうございます。お願いします。改めてあずさ愛さんのお店パブ安らぎのママ兼あずさ愛さんさんの、マネージャーということで、はい、講演会もやってらっしゃるということで、あ、一応やらせてもらってます。はい、じゃあパブ安らぎはどういうお店なんでしょうか。美味しいお店です。もうちょっと欲しいですね。はい、3000円で7時から12時まで、はい、ほとんど飲み放題です。おーおー、美味しいお酒はないですけども、いくらでも飲みます。まずいかい。カラオケは素晴らしい、1人50曲まで。51曲はダメ、1曲はダメ、50曲まで、はい、はいはい、で照明音響は多分秋田県でナンバーワンだと思います。ああいいですね。はい、飲んだり食べたりしてカラオケも誰でもやってもいいですか。誰でも大丈夫、ただし50曲まで。最高は25曲でした。ああ歌った人50曲目指した人もいるんですか。います、声つぶりました、次の日藤尾言われました。舞台で乗って50曲もあって、さすがにきついと思います。すごいですね。じゃあお客さんが歌ってるところでこう、はい、みんながお客さんも一緒になって盛り上げたり、盛り上がりますね、拍手はしますし、照明も買いますので、ああスポットライトもステージもありますから。そうですね、あ、いいですね。ママもこう歌ったりするんですか。私も一応全国発売の歌手です。はいはいはい、はい、たまには歌います。歌ったり踊ったりですよね。踊りもします。やばいですけど、ね、やばいでしょうね、はい、今日もねすごいあのファッションがこれすごい独特ですけど、こんな感じです。あ、なるほど。なんか今日どういったテーマあるんですか。テーマは何もないです。コーディネートはコーディネートいけないってことは何もない。出ました、はい、肌が出なければ大丈夫だと思います。苦情来たらケーブルテープさんでお願いします。はい、あ、わかりました。ぜひ、そら創生さんがいるパブ安らぎにもですね、遊びに行っていただけたらと思います。はい、では最後にですね、あずささんから改めてディナーショーの告知をぜひお願いします。はい、11月13日日曜日、うん、あずさ愛福祉歌謡祭を、やらせていただきます。はい、で会場が、八鷹会館で、そして会場が5時から、夜5時から、うん、そして会うん受付が5時で、はいはい、会場が5時半です、はいはい、そして開演が6時半からですので、はい、ぜひ、ねはい、まだまだチケットたくさん売るだけ残ってるので、うんはい、たくさんいらしていただければありがたいと思いますので、はいはい、ありがとうございます。はい、ではお二人、あずさ愛さんさん、そら創生さん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、それでは、最後はですね、いつも通り花ちゃんの歌で締めましょうか。はい、はい、花ちゃんお願いします。はい、それでは皆さんで、はい、一緒に歌いますね。ドンパン節を、はい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 、お願いします。ドンドンパンパンドンパンどんどぱんぱどんどぱんぱどんぱんぱん、いつ来てみても井戸端で綺麗に咲くのはあやめ花。はい、それではしなちゃん、明日も生放送でございます。さようなら、明日も来てください。